2013年7月ドラマ日曜日夜9時 TBS 系列日曜劇場半沢直樹バブル期入校世代の葛藤と苦悩に満ちた戦いを鮮やかに描き出す、はい、基本は性善説ただしやられたら倍返し、うん、型破りのバンカー半沢直樹伝説の始まり、はい、ということで原作は、はつる底なきで第44回江戸川乱歩賞、うん、鉄の骨で第31回吉川英治文学新人賞、うん、そして下町ロケットでは第145回直樹賞を受賞した池井戸潤の人気小説、うん、俺たちバブル入校組と俺たち花のバブル組、うん、公式サイトのイントロダクションによると、うん、バブル期、都市銀行の数は全部で13校、銀行に入ったら一生安泰と言われていた時代で銀行員はエリートの代名詞でもあったそんな日本経済が熱狂していた時代に入校したのがいわゆるバブル入行組この物語はそんなバブル期に東京中央銀行に入行したバンカー半沢直樹が銀行の内外に現れる敵と戦い組織と格闘していく様子を中心に描いていくで半沢直樹のキャストプロフィール、はい東京中央銀行大阪西支店の融資課長40歳。真面目で面倒見が良いが敵には容赦しない。曲がったことが大嫌いな弁が立つ有能な男。うん、まあ、ということで、はい、主演は堺雅人、はい。昨年2012年10月クール、大奥誕生、有功家光編以来の連ドラ主演なんだけど、うん、劇場版の大奥永遠、右衛門佐、綱吉編での共演がきっかけで、うん、今年2013年4月2日に菅野美穂と電撃結婚。うん、びっくりしましたね。菅野美穂さんなんかね、ドラマの中で結婚できへんってぼやいてありましたもんね。うん、ということで、うん既婚者となってからは堺雅人初の連ドラ、うん、どう演技が変わるのか見てみたいですね、うん、そして、うん、そんな半沢直樹を唯一言い任せる存在であり明るく爽やかに支える妻半沢花には上戸彩、はい、で彩ちゃんの方もね、はい、昨年2012年9月14日27歳の誕生日にエグザイルのリーダーヒロと結婚した、うん、これお互いが新婚さん同士ですからね、うん、役の中でもねちょっとそういう風な部分も出てきたら嬉しいんですけどねで特に彩ちゃんなんかね、うん、今までだったら妻役と言ってもなんかピンとこないんだけど現実がそうなだけにね、うん、それこそ垣間見せてくれるような気もするし、うん、これファンとしてもね、うん、ちょっと安心というかそれとも複雑な心境というか楽しみですけど ね、うんうん、そして気になる共演陣、うん、まず東京中央銀行の中野渡り頭取に北王子金也温厚で派閥政治を好まない人を見る目に長けている、うん半沢の存在を面白く思い見守る、はい、続いて東京本部勤務の泊忍に及川光弘、うん、半沢とは同じ大学で同期入校良き相談相手顔が広く容量がいい敵を作りやすい半沢を心配し影に日向になり手助けするはいまあこの間の信長のシェフとはえらい違いですよねうんまああの時の織田信長のようなそういう強さを見せるっていうよりはまあいつものミッチーに近いかも、はい、そして融資課勤務の中西英二には平成ジャンプの中島優斗、はい、半沢の部下入校2年目の25歳、うん、責任感が強く半沢を尊敬しているうんちなみに中島優斗自身は実年齢19歳、うんはい、まあそれが役の上では6つも年上、うん、25歳の社会人に見えるかどうかうん、なんとかなるんじゃないでしょうかねで実際10代っていうところの頼りなさっていうのがこれまた役の上では生きてくるだろうし、はい、で一方東京中央銀行の大和田常務には香川照之、はい、歴代最年少のスピード出世で常務に上り詰めた超エリート、うん、冷徹な切れ者中野渡り頭取を敵視しておりトップの座を狙う、うん、続いて国税局査察部の黒崎俊一に片岡愛之助、はい、金融庁から出向中の統括官神経質でおねえ言葉で話す半沢を敵視しているさらにキャバクラ嬢藤沢美樹には断密、はい、半沢の取引先の社長の愛人自分の店を開くのが夢のために男を利用もう断密さんもねこの間の役がハマってましたね、うんうんうん、どんどん見てみたいですね、ね、うん、その他にも滝藤健一宮川一郎太森田純平須田邦弘諸諸岡日田康人宇梶隆赤井秀和山崎直子石黒秀夫、長岡佑、岡あゆみ、石丸幹二。はい。芸達者が揃ってます ね、うん。そして、半沢直樹の今は亡き父、半沢慎之助には、笑福亭鶴瓶。はい。生前は工場でネジを製作。
直樹が高校生の頃に業績が悪化し資金繰りに苦しんだ、うん、ぴったりっちゃぴったりです ね、うん、ただとりあえずは家だけとか、はい、あったとしても回想シーン、うん、だからそんなに出番は多くないんだろうけど、うん、でも楽しみですね、うん、でちなみに半沢直樹を演じる堺雅人自身のコメント、はい、今回のお話をいただいた時この厳しい時代の中頑張っている皆さんへのエールになればなどと思っておりましたけれども原作の小説や脚本を読ませていただくうちそれぞれの現場で一生懸命働いている登場人物の姿に今は力をもらっているのはむしろ僕かもしれないと思うようになっています、うん、ということで何はともあれ半沢直樹楽しみにしたいと思いますね。はい、